僕なじわ。あ、今回は生放送のやつのバトル動画？前編の動画だね。生放送をまだ見てない方は先に見ると比較ができて特別な感情になるかも。嫌なんだよ特別な感情って。ま、とりあえず最初のバトルね。まずは戦闘に出たいところ。飛び越えられるかもだけど。行くぜ。やっぱりキノピオに行かれちゃってる。うわっとサンマグロス。あ、ルイージがラムでやられたのね。かわいそうに。え、ちょっとオンブロックの壁？この倒れかよ。まあでもやり方はわかった。ノコノコを蹴ってオンオフスイッチを切り替えなきゃダメだね。すぐにダメージ食らってるわけだが。いやそれはスルーするところ。さあ結果的にノコノコを蹴ったからこれでいけるわね。なんとかキノピオを抜かせるといいんだが。ああ。いやお前ら仲良しか。まさかここまでみんな同じやられ方をするとは。あれ、キノピオの人どこ行った？先に裏エリアに行っちゃったよ。お、中間地点か。早く追いつかなきゃね。これ以上は死ぬなよ。頑張る。あ、若干ブランコクレーンが動いてるわね。人はまだ高く見るんだぜ。もう待ってくれキノピオ。表エリアに行っちゃったかしら。ってことはこの近くに土管があるよな。思ったよりも離れてるかも。さあ追いつけるか。さあ行かれた。はい、久々の無言タイム。足場のパタパタを踏まれちゃったのね。く、まあしゃあなし。ここは勝ちたい。おおよし。乗ったままじゃないとゴールできないわね。ちょ、最後尾じゃねえか。まあ徐々に順位を上げるよ。まずはキノピコ。ルイージは。よっしゃあ当たった。相変わらずのクズニャンだな。あはは、でもこれであとはマリオだけ。ってなんか止まってね。やったぜごぼう抜きだ。ここで一気に差を広げたいけど。今のでタイムロスしたな。島に入り込めなかったの。てかこれ、ヨッシーでフラワーを救出できるよね。あ、確かに。A だったら早く取った方がよくね。でも取ってる間に抜かれちゃうかも。さあ早く一気に。お、だから食らいすぎだっつーの。いやでもゴールが。じゃあ勝ったぞ。なんとか勝利ね。かなり不格好ではあったがな。勝てやいいんだって。まずはブランコクレーンに。ほい。おお、掴めた。まあたせこいことしてるけど。でもおかげでスタートダッシュは決められた。よし、アイテムを取ってる余裕はあるね。この歯はでかいわね。飛んでいけたらいいが。天井があるからちょっと厳しそう。お、中間地点だが。いやこれは取ってる暇はない。死んだら最初からやり直しよ。ふ、そんなの死ななければいいだけの話だよ。あ、これは。え、ちょっとキノピコ？ちょ、まさか飛んでくるなんて。せめて頭を借りて。無理に決まってるだろ。結局フラグだったじゃない。はい、お前の負け。ふ、中間はなるべく取った方がいいね。さあ今度は、マリオ3の1の1か。ちょっとまさかの強制スクロール。これは絶対にキノコを取らなきゃ。ちょっと。もう一丁、その分まで。ごめんごめん、悪気はなかったんよ。嘘つけ。それよりこれ私の知ってる1の1じゃないわ。配置的にはほぼ同じなんだけどな。2人もやられてるし。これがもし僕の知ってる1の1だったら。あ、このハテナブロックは。よし、やっぱりこの歯だった。ねえ、これもしかしてどんどん1の1の形が形成されていってるんじゃない？確かに、言われてみれば、砲台から出てくる敵の配置とか絶妙だもんね。さあ、ルイージもやられたし、ここは慎重に行こう。ちょっと先にまたアイテムがあったはず。お、これだね。よし、オッケー。って、このブロックこんな配置の形だっけか。確か階段状だと思ったけど。おお、すげえ、ゴム製の爆発で階段状になった。ってことは反対側も。おーマジで。すごい。天才はたくさんいるんだね。それなのにお前は。やめてくれこれ以上何も言うなし。あれ、このピースイッチって何か意味があったっけ。いやこれはただのボーナスだよ。っていうか本家だったらこの後すぐゴールだったけど。お、ということはこれはほぼ勝ち確じゃね。勝ち確はフラグになるから言わない方がいいって。で、あっと入っちゃった。何やってるんだし。いやでもすぐに戻れるから。おーほら逆にスクロールが進んだんじゃない。ただのラッキーじゃねえか。いやーでも面白いコースだったね。さあ連勝していきたいところね。ジャンプして一気に出し抜きたい。2番手か。あれ、ここはバトル用コースじゃねえか。よし、これは勝ちたいね。ほい。よし、いいスタートを切れた。上捨てだから落ちないように注意しなきゃね。よしよし、どんどん攻めた動きを。やっと跳ねなかった。
もう、最近音符ブロックの調子が悪いわね。慌ててボタンを押すタイミングが早いんじゃね。これはちょっと裏で練習しておかなきゃ。さあ最後尾になっちゃったわけだけど。いやむしろここから1位を取れたらかっこよくない。いや攻めていけても2位だな。じゃちょっと、ここは追いつけないポイント。よし抜けた。さあ追いつけるかしら。おっ、ルイージが落ちたぞ。でもマリオに。まだ続くか。おお、抜かした。これはワンチャンあるぞ。よし、このまま行けば大逆転勝利の可能性が。オッケー。あるえ、キノピオが先にいる。全然気づかなかった。何撮影してんだよ。いやありがとうって打とうとしたら。まあでも、待ってもらえてよかったな。レートがちょっとしか下がらないもんね。優しい人でよかった。さあ一番前に出れたわね。そしてキノピコとルイージがやられたか。このチャンスはものにしなきゃね。一旦ブレーキを。今マリオやられてないのか。着地寸前にくるっとしてたわね。急にラグくなったな。ラグに殺されるのだけは勘弁よね。お、フラワーか。これはするで。ダークイジャンプにしちゃった。これはさすがに負けたかしら。だがまだゴールしてないってことは。ああ、待っててくれた。お前最後にコーラを投げてんじゃねえよ。いや、今のは申し訳ない。ああ、キノピコ。お前、さっきから助けられてばっかじゃねえか。いやー、そろそろいいところ見せないとね。さあ、今度はバトル用コースね。よし、じゃあ僕は黄色の土管に。ちょっとマリオ。ああ、同じ土管に来やがった。マジか、これがスナイプってやつ。騙されないように一気に行かなきゃ。よし、猫で一気に掘って。その方法があったか。でも結局マリオも来れちゃうし。ここはマグナムキラーで壊してもらった方が早かったか。どうせ一緒のレーンに入ってるなら、協力してもらった方がいいとは思うが。よし、とりあえずまだ一番。逃げ切れるかしら。さあ、ここはマグナムキラー必須か。頼むから邪魔しないでくれよ。この馬にも負けるわけにはいかないんだ。まあこればっかりは。まだ続くか。ダーマリを倒さないでよ。そんなことしてたら。ああ、ルイージが来たぞ。もう、リードがチャラになっちゃったし。よし、次だな。マリオ、君は締め出しの刑だ。成功。あーでもルイージが。嘘だろ。みんな、仲良く頑張ろうね。いやー、さっきのはやられたわね。まさか前々回の私の発言がフラグになるとは。正々堂々と戦えるのがいいわよね。たまに同じ場所に入ってくる人もいるがな。もしかしてマリサのせいなんじゃ。いや私は関係ないわ。まあいいや、前には出れたけどこれは追いつかれちゃうね。まあゴール条件はパックンを52体倒すだし、慌てなくても良さそうだな。よし、ダッシュ切りで一気に。おお、完璧じゃねえか。あ、レンジに行かれちゃったわ。あ、だが結局足止めだな。ここも一旦待ちか。結局最後尾。まあ最後に条件を達成すればいいから。お、上にピースイッチ。なるほど、押してから下のパックンたちをダッシュ切りで倒すんだね。ってなんだよこの鉄球。やば。マスターソードってどこかにあったっけ。全然ないわね。一回やられた方が早くね。それもそうか。さあカットしてここから。よし乗せた。ここはマリオに任せてと。で、パックンがいないわよ。もしかしてキノピオが倒したか。なるほどね。ってことはあと何匹かしら。さすがにわかんないね。この2匹のパックンで終わりだったり。マリオ失敗してるし。それじゃあ僕が。お、条件達成。これが最後だったのね。よし、まずはルイージをかわさないと。フェイントを入れつつなんとか。オッケー、今だ。これは。おい、取られたぞ。だった。最後の争いはなかなかきつかったわね。まあでも楽しかったからオッケーかな。